皆さんこんにちは、ハムハムハイドのハイドです。今回はうちのハムスターたちにイチゴをあげてみました。まずアイナ、お、すぐに受け取るね。アイナはね、上から見たらこう丸いシルエットなんで、すごい可愛いんだよね。毛並みも綺麗です。モデルハム、美ハムです。喜んで食べてるね。次に信長、愛信長、イチゴだよ。お、すぐに受け取るね。なんかちょっと眠そうな顔してるけどなんか藁をいっぱい頭にかぶってるね。さっきまで寝てたのかな。横から見た方がわかりやすいかな。一生懸命食べてるね。このイチゴの色が赤いから食べてる姿が可愛く見えるね。次にひまわり。ひまはね、ちょっと最近年を取ってきたような感じに見えるかな。ちょっと毛並みがね、バサバサしてます。まあ若い時から結構バサバサしてたんだけどね、ひまはね。イチゴがだんだん藁に埋まってきてるけどだん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 イチゴが下に潜っていって食べにくそうだね。次に朝神、朝、はい、イチゴ、やっぱ喜んで食べるね。イチゴ好きなんだね、ハムスターはね。みずみずしい感じが美味しいのかな。あ、なんか舐めてるね。外側の水分を舐めてるのかな。イチゴを食べてるというよりも周りについた水分を舐めてるって感じがするけど。次にしおり。しおりはね、臆病なんでなかなか出てきてくれません。なのでちょっとイチゴ置いてみました。置いたら出てきてくれたね。やっぱイチゴ食べたいんだね、しおりもね。お、パクパクと美味しいな思ってるのかもしれないね。しおりもね、顔はなかなか可愛らしいんだけどね。ちょっとあんまり人間には懐いてくれないけどね。喜んで食べてるね。すっごい食いついてます。次にさゆり、すぐ受け取るね。さゆりはね、ちょっとスマートで気持ち、毛の流れがなんて言ったらいいのかな、ストレートヘアみたいな感じなんだよね。なんか長毛ってほどではないんだけどね、なかなかの美人です。うちではメーテルハムスターと呼んでます。喜んで食べてるね、イチゴね。龍一、もう龍一は登ってきたね、自分からね。お、喜んでイチゴ食べてます。もうすっごい喜んでるよ。ハムスターは手で持って食べるっていうのが可愛らしいよね。次にジジコ。ジジコはね、お、積極的、珍しい。いいね、ジジコ。お、かわいいね。イチゴ美味しいんだね、やっぱりね。ジジコはね、最近はしおりよりも俺に心を開いてくれてる感じがするね。ジージー泣くけれども、俺のことはそんなに嫌がってない感じがします。イチゴも喜んで食べてくれました。香り。香りはね、元気だよ。すっごい激しく車輪を回すんだよね。もう結構年なんだけどね、香りもね、2年以上生きてるんで。香りは体は小さいんだけれども、すごく活発です。毛並みもまだまだ綺麗です。イチゴも喜んで食べてます。でマサ、ちょっとカメラが貧乏系かな。ああ、カメラが焦点があったかな。マサも喜んで食べてるね。食べてるというよりも舐めてる感じがするな。周りを舐めてる。ああ、食べてるかな。イチゴ好きなんだね、ハムスターね。こんなに喜んでくれるんだったら、これから時々あげてもいいね。こんな風にね、
うちのハムスターたちはみんなイチゴを喜んで食べてくれました。ハムスターを飼ってる人がいたらぜひ皆さんもあげてみてください。この動画はハムハムハイドがお送りしました。みんな他の動画も見てくれよな。ハムハムハイドジャンガリアン晴れの友達この指とまれ。